どうも皆さんこんにちは、ひとり館です。今回は筆致系の結びね、総集編ということで、皆さんに問題も出しながらね、結びをご紹介したいと思います。これ全部筆致系の結びなんですけども、全部名称が違うし構造が違うんですよ。パッと見て全部答えられたらね、それはもう素晴らしい達人の域ですね。で、今回はこれを問題出しながらね、一つずつご紹介していきますので、よかったら最後まで見てくださいね。はい、じゃあ第1問いきますよ。もう全部ね、ペケポンにかけるとこまでは一緒です。はい、じゃあこれなんだ。3、2、1。はい、答えはこれはあれですね、クローブヒッチ一瞬間違えそうになった。巻き結びですね。はい、お互いの紐がこう最後ね、芯にこう通るっていうのが巻き結び、クローブヒッチですね。簡単に結べますけど、今緩みやすいのと、反対方向にねちょっと弱いっていう弱点がありますね、これね。じゃあ次いきます。じゃあ第2問、ペケポンにかけるまでは一緒で、ここからのこうして結んだら、はい、これは何でしょうか。3、2、1。はい、答えはこれはコンストリクターノットです。はい、こうして、で出てきた紐の外をかけて、で芯を通るですね。コンストリクターノット、これはすごい強固な結びですね。巻き結びと違って、この反対方向に、ね、引っ張られても緩まない。ただまあ強く締めるとギュッと締まるので、後でほどくっていう時は引き時にするか、また別の結びを考えた方がいいですね。じゃあ続いて第3問、ペケポンにかけるまでは一緒で、じゃあこんな風に結んだらどうでしょうか。はい、これはどういう結びでしょうか。3、2、1。はい、これはグランドラインヒッチですね。グランドラインヒッチ、何で言うてたっけ。あ、答え言っちゃったらあかんから、うん、これも動画で紹介してますね。これも便利なんですけど、ちょっと緩みやすいと、外しやすいというメリットはあります。じゃあ第4問、これはねちょっと特殊な結び方でいこうかな。こうやな、今の巻き方がちょっとミソですよ。はい、これは何でしょうか。3、2、1。答えはこれ、粉や結びですね。ミラーズノットですね。袋の口をね、まあ、これを口と見立ててね、そうそう、こうね、袋の口を素早く結ぶのに便利な結びです。これもね、以前動画撮ってますんで、また見てくださいね、粉や結び。じゃあ最後第5問、ペケポンかけるまでは一緒で、でこうですね、こんな風にかけたらどうなるでしょうか。3、2、1。はい、これはバックノットです。うん、バックノット、これがね一番そのトータルバランスに優れてて、反対側に引き込まれても緩まないし、で外す時も簡単っていうね、トータルバランスに優れた結びだなって以前に紹介しました。はい、じゃあ今回は、ね、これまでずっとチャンネルでやってきた5つの筆致系の結びをご紹介しました。まあ、ぜひマスターしてね、自分のそのケースバイケースに合った用途に応じて使い分けたらいいと思います。ぜひやってみてください。